況。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重。プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はですね、ちょっとパズドラね、最近全然手つけてなくて、ちょっとボロボロだったんですよね。その久しぶりにやってパズル全然できないってことでね、ちょっと転生バステットパーティーで今やってるヘラクレスプラス99かな、制限時間5分のこのイベントダンジョンかな、これをねちょっとやっていきたいと思います。制限時間がね、5分あるんで、ちょっと2分30秒以内にはクリアしたいですね。はい2分30秒以内にパズルボコボコってやってクリアしたいんですけど、まあそこら辺はやってみないとわからない。ちょっと今気づいたけど、フレンドさんのバステードがすっげえ操作時間あったなさあポンポンポンってやっていこう。ヘラクレス降臨はもうね、何回クリアしたかわからんくらいクリアしてるからね、もう大丈夫っしょ。はい、何コンボだ、7落ちてきたが、一応僕が自分でやったのは7コンボか。まあ悪くはないか。やっぱね、ゲームって毎日してなかったら腕が落ちるっていうかね、僕の場合パズドラやばいなと思ったんですけど、どうですかね。ちょっとこれはこれでいいか。光揃えられたな光揃えられた、落ちてきた、ありがとう。スキル使ってないので全然火力が出ないバステットはね、スキル使って火力出さないとダメなんですけどね、ちょっとマジでスキル使うの忘れてましたね。これはね、これでいいか。6、昔は7コンボとか普通にできてた気がするんじゃが腕が落ちてしもうたのまあ FPS とかそういうゲームにもあることですけど、毎日プレイしないとダメですな。回復作って、これはこっちに行こう。こうしてこうして、これでどうだ、これでどうだ、これ盤面10個もできたやつこれ盤面10個もできたやつドロップの数ぴったしやったんやけど、もう一番上揃えられんかったわ、光と闇悔しいな、なんかちょっと悔しいな。あ、エンジェルか。操作時間遅延はまあ大丈夫。バステットで上書きということでやっていくぞ。キドロップはまああるからいいんですけど、闇が多いなぁ、ほんと。ちょっと待ってね、こいつはこうして、これでいいか ?6 コンボ。落ちてくる。今日落ちてくる日だなぁ。今日は落ち込んがよく来る日ですぞ。これ僕のパズル力関係なしでもう行くんじゃね?最初の試練。残念ですがヘラクレスさんよ、最初の試練で終わらせていただく。ルナティックストーム使ってちょっとドロップが多くなるのがあれだけど、よし頑張ってコンボしていこう。こいつはこうだな、こうしてーのー、おーっとこれで、あーこれが限界、これが限界。6コンボ落ちてきて、8コンボボコボコしちゃう。よしオッケー。だがしかし、なんということだ2分28秒94残しか残念ながら2分30秒でクリアすることはできなかったけど、まあ、ビビタルさんなので、まあよしとしましょう。よしとしてください。さて、まあ今回は、まあ、ちょっとリハビリということでヘラクレスコールにやっていったんですけども、毎日プレイしましょう。毎日プレイしないと本当に力って落ちますわそれちょっと分かりましたね。ちょっとこれからはガツガツっと勘を取り戻していきましょうか。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、アキです。本日ご紹介する実況者さんは HK クリエイトさんです。通称姫の名前でおなじみのクリエイトさん、ゲーム実況や音楽作成を中心に活躍されている実況者さんでございます。コラボとかも募集されてますので、ぜひチェックしてみてください。詳細はエンディングで。
ご視聴ありがとうございました。アキです。チャンネル登録はこちら、最新の動画はこちら、おすすめ再生リストはこちら、そして私たち一押し YouTuber さんの動画はこちらをご覧ください。コメント、チャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしております。